君ら競馬場はかつて和歌山県和歌山市君寺に存在した地方競馬の競馬場である。君ら競馬場の歴史は非常に古く近畿地方では明治時代初期に神戸の居留地に存在した競馬場を除くとナルオ競馬クラブに次ぎ1909年に開設された。開設当時は地元有志や団体の主催により開催されたが、 1927年に地方競馬規則に基づく地方競馬として開催が始まり、しばらく順調な開催を行ってきたが、1939年の群馬資源保護法の交付に伴い、開催中よされた。1948年3月より、和歌山県、和歌山市及び海南市、御坊市、田辺市、新宮市の各市主催により、君寺競馬は再開された。 しかしながら、立地条件の悪さや、競輪の影響を受け、売上は低迷し、時には赤字となる開催もあった。このため、和歌山県では1959年に、君寺競馬の廃止を検討したが、ほぼ同時期に売上も上昇し始めたため、廃止はさたやみとなった。その後は、遅れていた、場内設備の改築を進め、次第に、 近代的な競馬場としての姿を整えつつあった。1968年の競馬法改正により、主催団体は和歌山県と和歌山市の2団体のみとなったが、売り上げは順調に伸び、折からの競馬ブームもあって、公共を呈するに至った。しかしながら、昭和50年代に入ると、売り上げの低下、競争場の質的な低下が目立ち始めた。また、 機種の確保にも苦しむことになっていくこれらについては、大阪府にあり共存関係にもあった、春木競馬場の廃止3月が悪影響を及ぼしたと言われている。結局売り上げは改善できないまま、新設される、県立医科大学の用地を確保するため、1988年3月10日に、和歌山市議会で廃止する条例が提出されたため、 同年3月28日に廃止され、ここに和歌山の競馬は79年の歴史を閉じた。またこれにより、近畿地方の地方競馬場は、兵庫県の園田競馬場及び姫路競馬場のみとなった。競馬場の跡地は、和歌山県立以下大学、附属病院となっている。君寺競馬の特色としては、出走馬や機種のほとんどを、 冬季開催されない北海道や東北地方、北陸地方の地方競馬から求めていたことで、そのため開催期間は冬季に限定されていた。1971年以降は年間を通じての開催になり、次第に中央や地方からの転休場がほとんどを占めるようになった。特に他地区からの転入制限が緩やかだったことから、中央から他の地方へ、 天馬やする馬が本来転入したい競馬場での転入条件を満たすために君寺競馬場にて推送した上で再転出する例が多く見られた。ありがとうございます。